上原浩二氏、リハビリの方に力を注いでほしいなと、大谷翔平の右肘靭帯損傷を心配。上原氏は、動かしている以上、間違いなくストレスはかかると思うので、その中でも自分で、できると判断したわけですから、チームとしては休んでほしいと思う。正直、プレイオフもいけない部分もあると思うので、これからの野球人生は長いですから、手術するのかどうかは決まっていないですけれども、リハビリの方に力を注いでほしいなと、僕、個人的には思いますと心配した。こいついつも大谷にコメントしてんな。解説者だからな、聞かれれば答えますよ。そりゃ呼ばれてるんやからしゃあないやろ。上原さんは厳しくもあり、優しくもあるよな。これは正論やな、プレイオフいけないのに、無理してもしゃあない。ちょっと余裕が出てきたね。まあこれは多くの人がそう思っとるやろ。まあこれに関しては正しいやろ。言うほど野球人生って長いか、そろそろ選手としては終わりやろ。まあこれについてはまともな意見やろ。投手としてだけ見るなら即、手術する方がええんやし、Y はもうと大谷は終了でいいと思っとるし、50本塁打のチャンスやから試合で続けてほしいと思ってるけど。前世紀としては、あと数年やけど、まだ野球人生は長いという意味かんな。皆さんは、上原氏の発言どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録・高評価、よろしくお願いします。